三宝寺は今から約400年前に後水の天皇の御内親により建てられた日蓮宗のお寺です。日蓮宗は今から約750年前に法華経の教えを広められた僧侶仏教者です。大根炊きのためにはまず大根を500本ほど用意いたします。またお寺のお檀家さんがだいたい30名ぐらいお手伝いに来てくださいます。大根炊きだいたい8時間から9時間ぐらい時間をかけて作っております。まず日蓮聖人がその当時のご信者様から大根をお供養になられます。その大根をお供養になられたお礼状にとっても大根が美味しかったとありがとうございましたと書いてありますので、そのことをもとに大根炊きをしております。柚子は約700用意させていただいたと思います。日蓮聖人がその当時のご信者様から柚子を置くようとしていただかれて、昔は今のように暖房器具がありませんので体を温めるその妙薬として柚子味噌珍重された、そういう故事からうちではその柚子ご飯も作っております。この大根の中に入れるお守りは五符と言います。五符という飲むお守りです。このお守りは日蓮宗の100日の修行を終えた修行僧だけが作ることができるお守りです。それを大根の中に入れます。ということはお経を体の中に直接入れていただく、そういう意味があります。私たちは日頃生活する中で知らず知らずのうちにその赤というものがつきます。例えば私たちは動植物の命を食べ物として頂戴して、その命を自分の今日の命また明日の命に変えていっております。そういうことを望む望まないを別にして、そういう人間として毎日生きていく中でついたその仏教的な汚れ罪を落としていただくのがご祈祷です。まずご祈祷というのはお経を読みまして、それは法華経という妙法蓮華経というお経を読みいたします。今日もとにお参り来られた方のに対して木の剣と書くんですけれども、仏剣というもので、いわゆる9つのくじを切って払うということをいたします。この行事に共通して言えることは、無病息災、いわゆる病がなく健康で、そして長生きできるように幸せに日々を暮らしていきたい、自分だけじゃなくて家族、そしてみんなそういうふうに1年間を過ごしていきたいという、その日本人の仏教における祈りがあると思うんです。その大根炊きを通じて日本人の心にあるその祈りを感じていただきたいと思っております。